お前の本体のところへ俺を連れて行け。直接話したいことがある。ほう、本体に気づいたか。だが話は終わった。今さらお前が何を語っても何も変わらん。とにかく話をさせろ。仙人モード、あの厄介なチャクラの手裏剣は2発までしか撃つことはできないようだな。しかもそれで仙人モードは消える。やっぱ戦うしかねえみてえだな。もしその2発の手裏剣を外したらお前の負けだ。もう隙は与えない。外したら最後半殺しにして連れていくだけだ。なら仕方ねえ。影分身の術。よし、煙玉だ。おっ、まずは一発目。神羅転生。何、二発目を影手裏剣で放っていただと。インターバルは5秒。これならいける。残り4秒。あの時すでに影分身を仕込んでいたとはな。次の術発動まで3秒。だが2発外したな。終わりだ。なに、まだ2秒ある。いっけー。これほどの影分身を瓦礫に変化させて、あと1秒。せーの、奥から影分身。答えを持たぬお前ごときが諦めろ。だがいつかは人が本当の意味で理解し合える時代が来るとわしは信じとる。お前ならその答えを見つけられる。俺はお前を信じている。四代目火影を超える忍びはお前しかないと。耐えた、たと。あの術は投げ飛ばせない。5秒。この距離ならいける。俺が諦めるの。諦めろ。螺旋丸。